よしかの全国高校サッカーを巡る旅で、公立の習志野高校から琉球柏に移られるわけですよね。はい。その時が51歳ですか？51歳。どうでしたか？まあいろんなね、県内の人事異動の方針があって、行きたい学校があんまりなかったもんですから、じゃあもうこの世代からやめたということで、やめちゃいました。でどっか私学探そうと思って、いろんな人にお願いして、見つけたのが琉球柏。ところが琉球柏に行ったらば、やっぱりサッカー場見に行ったんですよ。校庭はあるんだけど、すごい校庭で、はい、ちょうどね、私が行った時、本気でグラウンド掘ってた。へぇ。しかも生徒が。なんでかなと思ったら、ラグビーで、ラグビーがすごい強かったんですよ。そうなんですね。うん。で、ラグビーはほら、接触で、あれでしょ、うん、はい。でグラウンドふかふかにしないと怪我が出るから体育の授業もできないぐらい掘っちゃうんですよ。畑みたいにし、あでじゃあサッカー部どこでやってんのって言ったらポールのトライする、はい、後ろあるじゃないですか、そこの隅っこでこう並べてドリブル練習、どこで練習してんのって言ったらここで練習してんです。いやで、まあ、バスも持ってたし、はい、それで、利根川の河川敷練習、あのグラウンドが空いてるって言えばそこへ飛んでったし、いろんなとこへ歩いて練習した、1年間。で、そうこうしてるうちに、グラウンドを作ってくれるっていう話があって、はい、いろんなとこ探してもらって、偶然にもすぐ隣の、はい、いいグラウンド。あ、今のあの人工芝ですね。関東大会で優勝したか。はい、あ。2年生か。2年生で3年生の大会を優勝したってことですか。関東大会で。へえ。それ誰の時ですか。どんな選手いたんですか。僕がいっぱいいたんだけど。いっぱいいすぎちゃってもあれです。思い出せない。117人。それで、はい、関東大会なんです。はい。これ面白い話。はい。2年生で行ったら優勝しちゃったんですよ。うん、そしたら他のチームがにしてみれば、判断2軍じゃねえかと、ああ2年生で言ったから、こんなところに大会出場しちゃダメだみたいな話になったね。その次の年から関東大会が強いチームは出ない。ああ国体連は地域で、県単位で、競争してたから、はい、いろんな競技を得点、うん、期待みたいにして、そんなことのあんまり関係ない、都道府県は出なかった、出なかった。そうこうしてるうちに、チームナーの布先生と、九州勢すごいよなって言ってるうちに、いろんな海外の情報もいっぱい入ってた。はい、いくつになんなきゃダメだって、よしじゃやろうぜって、ああもうすぐ乗るタイプ、はい、それで関東の強いチームの指導者みんな結構もうその頃はよく知ってました、はい、座ってスーパーリーグってやろうぜ、関東スーパーリーグ、はい、各県から2チーム、うん、それで静岡もやる。あ、そうなんですか。で、静岡からも呼ぼうぜってことになって、優勝と出場。へぇ。その頃は、スポンサーなんてこと頭になかったから。かっこ、フットワークのいいとこ。はい。つまりバス持ってるとこ。で、お金出せるとこ、サッカー料。結構大きなわけでしょ。なんでかっていうと、いいグラウンド。いい審判ちゃんとつけて、45号でリーグ戦、これをコンセプトにしてやったもんだから、持ち出しが多いわけです。それでも3年ぐらいやってる。
出して、スポーツもしてきた。で、そうこうしてるうちに、スポンサーつけて、話しめようと思った。で、あしたの東芝さんに、OB が、私の OB がいたので、一緒に、まあ、出して、それがスタート。今のプレミア。あ、今のプレミアリーグのスタートがそこ。原点ですね。うん、フラージリーグだった。はあ。やらない。それが関東スーパー、はあ、高校だけです、はい、で そんな話をしてるうちに教会に話が行ったわけ、うんうん、でそしたらば教会も J のクラブも入れればバックアップするという話、それが今、ね、まあ、プレミアからプリンスから今いろいろありますよね。じゃあそこが最初だったっていう。関東スーパーリーグが元でプレミアリーグができた。で、その下にプリンスリーグが。それって日本のサッカーの中ではものすごい大きな影響をもたらしましたね。この世代にはね、ああ世代には素晴らしい体験だと思います。はい、ところがね、仲良しでみんな苦労して苦労して毎週集まったから、その大会や関東スーパーリーグやるために、その集まった先生がその頃はほら仲良しでやったから、はい、でもみんな各都道府県の1位2位ですよ、1週会議やったんだけど、それで入れ替え戦もやろうということになってたらば、だん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 その時に一生懸命やった仲間が消えてっちゃう。で、今生き残ってるのが、山田康介。あ、前役ですね。それから、シェフガル。はい。そうですけど、ブルクラブの話。はい。で、立ち上げた人たちは、やっぱり頑張ってますけどね。いやー、でもすごいですね。そのリーグ戦のその文化が、もう根付いて、日本に。で、まだまだ足りないカテゴリーもあるかもわかんないですけど、それで、はい、に今度は U16 を作ろう、1年生もったいない、で U16 ルーキーに行く。じゃあそれもあのヨーロッパ海外のサッカーをこうから習って日本に持ち込んで、ルーケーと市船布先生と本田先生で作られて。いや、私のものだけじゃないけど、あみんなほら、行政の林田とか、山田とかもそうですけど、やっぱりそのリーグ戦でやらなきゃダメだっていうこと。それは、あまあ、あの、ある意味、環境づくりもそうですけれども、同時にこう、それがこう、日本のサッカーの環境づくりにこう変わって、じゃあ今度はなんですけど、トレーニングとか、その辺でこう、チームづくり、こういうチーム作りを琉球でやっていこうって、それはどんなところなんですか？チャンネル登録お願いします。